小売業って必ずしもメーカーさんとは違ってですね、いい商品を置けば売れるという話ではなくて、その地域の文化や風土や暮らし方や価値観に合わせた形でどんなフォーマットができるかっていう面では非常にいわゆるドメスティック、やっぱ地域に根ざしたビジネスなんですね。だからそういう面で我々も今お話したようにですね、必ずしも上海とか北京とか開かれたとこから出るよういろんな条件の厳しい中でどうやっぱ成長が描けるかっていうところを、それは経営のフォーマット仕組みとしてできるかっていうところで入ってきたわけです。そして遅れているところに新しい考え方と新しい商売のやり方を持ってくれば簡単に指示を受けると思ったけども、それがそもそも間違いだったっていうのも本当に今反省してますね。その当時は先進国っていうか進んだとこから遅れたマーケットに新しい資材とか新しい商売のやり方をやれば勝てる、そこがもう僕ら最大の痛恨、考え方がやっぱり商売をビジネスを決めるんだなっていうふうに本当に今でも反省してます。商品でいうと、まあ、例えば魚でいうとね、当時はもう生徒っていうといわゆる川魚、川のお魚ばっかり、それを例えばもう要は日本ではこういうもの食べてるよって言ったら海のお魚の珍しいお魚いっぱい持ってきて値段高いですよね、置いたらほとんど毎日売れないから毎日捨てる、そういうこと本当同じことを繰り返してやってましたよね。メンパもそうですよ、みんなゴーグイとかマントウとか、まあ、当時は多かったのはやっぱり欧米ではパンを食べるし、食パンであったりバターであったりチーズであったり並べても全く売れない。だからやっぱりそれは欧米含めてこういういい生活しているところのものをいいものをお届けするといってもその地域のニーズに合わせていかないと、そういうのも全部捨ててましたよね。結局マントウゴーグイをゴーグイからパンに変わるまでやっぱ3年5年もっとかかりましたよね。ありますよ、もうそればかりそればっかりですよ。最初の3年ぐらいはその地域の暮らしに合わせたものをしっかり地産地消、地域でのニーズをしっかり捉えてやっていかなきゃいけないなっていうのは、これはもう全体感というと、もうそれが大反省だと思います。多くの外資企業が次から次とどんどん来たけど、3年5年の間にどんどんなくなっていきました。これよくわかりますよ。成長している市場だし、やはり先ほどお話したように豊かさあるいは幸福を求めているということは理解した中で、全部で対応することができないんで、まあ、北京と成都から入った。そしてやっぱりその先ほどお話したように変化のスピードが速い中で全部が対応できない以上はどっかに集中していく、まあ、選択と集中であればですね、やっぱマーケットでいうと成都マーケットが一番やっぱ集中していくには、まあ、いいんではないかというような判断のもとに経営を進めてきたわけですね。その結果やっぱり変化に対応していくには自分自身が軸となるものをしっかり持つことと、それから変えていかなければいけないですね。皆さんご存知のように外資系でほとんどまともに残ってるところがなくなってきましたよね。だからあんまりその販売戦略だとかやるだけではダメであってですね、根本的に中国でどう長期的な視点でやっぱり生存していくのかっていう視点からいろんな角度からやっぱ捉えて、やはり質を追求していかないとですね、結果として飲まれてしまうということがあるんじゃないかと思います。オンライン社会の中でオフラインをどう感動的に作っていくか、やっぱこれが今の経営の大きな課題じゃないでしょうかね。逆に消費者から見るとそういうのがあるとそこに行きたくなる、やっぱそういうものを作っていかない、両方で作っていかなきゃいけないんじゃないかな。フーマーセンションがなぜフーマね、ネットがなんでリアルの店舗をやるのか、お店に行くと水槽があって新鮮な魚やエビが泳いでいて、こんな新鮮なものがありますよって見せてるわけですね。リアルでもう中国はいわゆるテクノロジーではもう最先端に行ってるわけですね。しかしながらテクノロジーはあくまでも手段であって、ネットだけではなくてリアルの中でどういうような関与していくかによってその成長だってあると思うんですね。だから一つの要は量を広げることが、あるいは地域を広げることがやっぱり成長だけではないというやっぱ選択肢も私は持つべきじゃないかと思っています。都市と農村、まあ、当然どういう都市化がどんどん進んで、既に都市化がもう 50% を超えてですね 60% 近くなってきている中で、収入のやっぱり差も
どんどん大きくなっていく中でですね、ある意味では日本の80年代と非常に似てるということじゃないかと思います。もう全体で見ると中国のもう GDP というのは大きく日本の3倍もあるわけですけども、やはり一人当たりで見たときにはまだまだやっぱり日本が3万数千ドル、中国がまだ8000ドルというふうなことを見ると、まだそういうふうに落差が大きい中で、どういった中国の地域ごとをこう見ていくかということが大事ではないかというのは思っています。都市については、いわゆるもうグローバルの時代に入っていて、すでに消費者もかなり高度化していてですね、もう先進国とあまり変わらなくなってきている。でも国全体で見たときにはまだ物を持つことが価値なんだ。で、都市部ではもう物からことへことから、まあ、情報を含めたどんどんこう消費の高度化が始まっている中で、その全体としてのその豊かさというのはどうバランスを取っていくのかということが今問われているスタンディングポイント、立ち位置じゃないかと思います。